クッシュ。皆さんこんにちは、加藤です。今回は岸田内閣の人事がですね、発表された件についてなんですけど、自民党やばいんじゃないかなと思った件についてお話ししたいなと思います。前回のね、動画で話した通り、僕はね、岸田さん本人ね、自身にはですね、まあ期待したいなと思ってるんですけども、まあ、そんなにやばい人じゃないんじゃないかなと思ってるんですけども、まあちょっとね、今回の人事を見るとですね、ひどいなと思いました。で、まずね、甘利さんですよね。この方を、まあ幹事長に、起用するっていうのはですね、かなりリスキーというか、まあ選挙でかなり、悪い方向に行くというか、野党は喜んでると思いますよ。ね。違法献金の疑いがあって、で、ちゃんと説明してないんですから、こんな方をですね、幹事長にね、起用するってのはどうかなと思います。そして、僕が一番やばいなと思うのは、やっぱ高市早苗ですよね。これはまあ、総裁選のね、投票の件で、まあ、協力したってのもあるんでしょうけど、高市早苗がですね、政調会長ですよ。とんでもない党ですね。前の動画でも見ましたけど、自民党は、まあ本当人材いないんだなっていう、このレベルのバカが政調会長するんだなっていうことで、まあちょっとね、自民党期待できないかもしれないですね。で、岸田さんはね、まあ格差の問題取り込むって言ってましたけど、ばらまきをね、まあやると、まあ批判されることはあんまりないかもしれない。本当に今日本でもね、経済的に困ってる人たくさんいますんで、まあそのお金を配るみたいな、ばらまきをするみたいなことに対して、まああんま風当たりは強くないというか、むしろ歓迎されるとは思うんですけど、ただやっぱり日本円がね、暴落するかもしれないっていうこのタイミングでですね、まあどこまで金を配るんだろうなっていうのはちょっと、やばいんじゃないかなと思って見てます。はい、今回以上です。クッシュ。